はい、皆さんこんにちは、りょういっちゃんの村田りょういちです。はい、ですね、今日は3月1日なんですけど、発表でもないですけどね、ちょっと報告がありまして、私ですね、基本的に使う小遣いがですね、一月1万円なんですよ。ちょっと少ないような気もしますけど、で、1万円なんですけど、まあ今まではですね、まあ一月に1万超えたりとか、まあ全く超えない時とかもあったんですよね。で、結構なんか曖昧になってたんですけど、なんとですね、3月ですね、今月からもうですね、1年分渡されました、小遣いをですね。はい、ここに12万円あります。なのでですね、これをもう12万円を超えることができないということで、私の YouTube の撮影とかですね、もう資金が12万円しかありません。で、お小遣いですね。まあ、本当に、12万円でどこまでできるか、いろいろやってみたいと思います。まあ、ルールはですね、まず一人で行動した時の買い物とかが、基本的には、その12万円から使われます。なんで、まあ、一人でご飯食べたりとか、まあ、コンビニでなんか飲み物買ったりとか、まあ、あと車も、ね、あとまあ、また今度動画出すんですけど、車も買えたんで、まあ、車用品を買ったりだとか、まあ、釣り道具買ったりとかもするんで、それもまあ、小遣いから出さなきゃいけないと。まあ、散髪もなんかな、もしかして。いやー、きついな。散髪も多分自分で出さないといけないっていう風になります。なんで、月末に、まあ、何を買ったかっていうのを全部出していって、まあ、年間本当に12万円でできるのかというですね、まあ、1年間の長いスパンでのですね、企画にしていこうと思います。はい、で、何だったかな、まあ、車買えて、まず車あれしたいこれしたいっていうのがあるんですよ、ね、で、それをですね、私 Amazon の欲しいものリストを作って、この動画の概要欄とかにですね、貼っております。なので皆さん、気が向いたらでいいんですけど、まあ、チャンネル登録と、まあ、Amazon の欲しいものリスト見てくれたら欲しいと思います。はい。まあね、今回はこんな感じの動画です。あと、まあ、後でまた動画あげるんですけど、まあ、もともと、ボディービルとかフィジークとかの選手、まあ、パワーリフターの選手とかの、まあ、インタビュー動画撮りたいなーってずっと言ってたんですけど、まあ、それがね、今回、まあ、熊谷選手の動画結構反応が良くて、自分もすごく楽しかったので、まあ、それも、やっていきたい話も、次の動画であげようと思います。それでは、一旦ここで終わります。またね。